アイザー七子は日本のモデル、タレント、女優、レースクイーンである福岡県出身、アイズ所属。2017年8月にスカウトされ、同年11月2018年度の日本スイムスーツ協会キャンペーンガールに就任しデビュー。九州地方出身者としては先代の島田七海に続き2人目。アイズ所属者としては初となったが、 それ以降 JSA の活動が停滞状態となっているため、現時点で最新の JSA キャンペーンガールとなっている。2018年、スーパー GT カルソニックレディとしてベースクイーン活動を開始。福岡県出身者がカルソニックレディに選ばれたのは、2011年の水川、エリカ以来7年ぶりとなった。2019年1月12日、 同じ事務所の北川美子から引き継ぐ形で、レイブリグレースクイーンに選ばれたことを東京オートサロンで発表。2020年度も同事務所の沢すみれと共にレイブリグレースクイーンとしてコンビを組んだ。2020年1月11日に発表されたグッドライド日本レースクイーン大賞2019では実行委員会特別賞を受賞。さらに同年12月13日に発表された。 サンスポレースクイーンアワード2020では2代目グランプリを受賞した。だが、同年11月26日、スタンレー電機がレーブリグブランドの廃止を発表。発表後に富士スピードウェイで行われたスーパー GT 最終戦ではレーブリグ NSXGT が逆転優勝を果たしたが、レーブリグレースクイーンがレースクイーンオブザイヤーや日本レースクイーン大賞の グランプリを受賞するという夢は叶わなかった。2021年1月18日、初代、スタンレーレースクイーンの就任が発表された。チーム国密での継続3年目は、歴代2番目の長さになる。同年4月24日、自身の YouTube チャンネルを開設。東京ゲームショー2018のソフトギアブースにて、写真中央が相沢 右から二人目が同じ合図にところ属する、オーター・サミ。それまで JSA のキャンペーンガールは、オスカープロモーション所属者が務めていたが、オスカー所属でない女性モデルが起用されたのは、これが初めてであった。スリーライズ所属の星野奏と同時受賞。2020オートバックススーパー GT ラウンド8、高野。 このホテル富士 GT300km レース2020年11月28日から11月29日、富士スピードウェイ同年度のレースクイーンオブザイヤー受賞者はアノン。この年は新型コロナウイルス感染症の影響により新人グランプリとコスチュームグランプリのみの選出となった。なお、大田とは2019年のゲームショーでも同じソフトギアブースで共演している。 当初は3月21日に開催される予定だったが、天候不良によりこの日に延期となった。ありがとうございます。